ギフトをありがとうございます。こんばんは。スタジオのレッスンをしました。今日チケット始まった？まだでしたっけ？お、チケット開始のお知らせじゃないですか。もう今日から始まったんだ。お、スタジオのチケット始まっております。こんばんは。スタジオ公演絶対に来てください。持ち込んだ。さすがです。ありがとうございます。スタジオ公演絶対に見に来てください。絶対です。昼、3月2日のお昼にゲバントホールにてみちの生誕祭ですが、みちが最後のスタジオ公演になりますので、気合を入れました。みんなで最後に。これからどうなるか、どうなっていくかは分かりませんが、みちがいるうちにみんなで本気を出そうということで、今気合の入ったレッスンを、一応ソロツアーで大変いませんけど、みんなで頑張っているので、最後絶対見に来てください。楽しみです。私は楽しみです。いうわけでお待ちしてます。スタジオ公演、うちのファンの方がね、当たると思いますけど、皆さん頑張ってください。本当これは生で見に来ないと損するぞって感じなので、よろしくお願いします。明日の公演昼夜ね。明日は花だるです。でも横も真ん中。明日もあれやね。
ないけど、エディオン、エディオンホール、こんばんは、初訪問ありがとうございます。ペンライト電池入れ替えました。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。久々に首がやられましたね。スタジオをやっていると久々に首の筋肉やられました。首筋肉痛。シューチを持ってきます。あざーす。昼ん、どっちだっけ、まひちゃん昼こんばんは。歌いそうになってしまう。危ない、危なスイング。スタジオ見に来てください、今すぐ。申し込みは始まりました。6時から今日の、今すぐお申し込みよろしくお願いします。3月2日スタジオ公演、お申し込みよろしゅう。フォローしました。フォローありがとうございます。なんか今日サラピがくれた靴下を履いていったんですけど、じゃーん、かわいくない？韓国のお土産、私に買ってきてくれました。
グレタマじゃない。韓国っぽい。グレタマかと思いきやグレタマじゃない靴下なんですけど、目玉焼きのパーカー、あれじゃないですか、私の着ているあの目玉焼きのパーカーぽいと思ってこれを選んでくれたらしいんですけど、それを今日普通に履いてったんですよ、レッスンに。でレッスン上で写真撮って送ったら、これモコ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 素材なんですね、靴下の生地がモコモコ素材だから、パジャマのあのパジャマとして履く靴下としてあげたんやけどって言われたら、ええ、それは笑ったモコモコやけん、パジャマとしてはくれたらしいんですけど、普通に履いて行きました。かわちい、かわち靴下、これ送ったのに、ペレーン。かわち靴下、っていう事件。昨日サラピがバレンタインで作ってた店かのようなクッキーくれたんですよのストーリーを撮ったのに、えないって感じ。つらい。ストーリー撮って絶対にアイスを保存したのに、そのインスタの中で保存したんじゃなくて普通にホルダーに保存したのに入ってないんですよ。マジつら、めちゃつら。でもうまかったです。いいだろう。マウント、サラピからバレンタインクッキーもらいました。マジビビったんやけど、インスタであれしか出てこんくて、ああいうさリボンクッキーとか犬のクッキーしか出てこんくて、最近おすすめの投稿。今手作りの人もおるけどさ、店で出しとるやつの投稿もあるやん、そのまんまをさ作っとって、えみたいな。すごすぎ、ガチすごすぎ。初訪問ありがとう、はじめまして、ルームフォローお願いします。うん、こんばんは。うん、卒業公演だっけ。まあまあまあ、スタジオの方はスタジオのファンの方に来てほしいだと思います。昔からの、うん、なんだスタジオ推し集まれって感じです。うん、昔からのスタジオが好きな方、エモい感じになったと思います。お待ちしてます。
集大成です。今のみちゅリーダーがいなくなるスタジオの集大成ですので、ぜひパフォーマンスが好きな方、うん、フォローしました、ありがとう。 STU の歌とダンスがうまいメンツが集まったグループですので、うん、ね、なんだもう、あ、うん、なんだ、素晴らしいパフォーマンスが見たいよっていう方は最後絶対に見に来てください。よろしくお願いします。ザホーもフォローしました、ありがとうございます。感謝感謝です。初訪問ありがとう。確かに夜は花だれ、夜は花だれです。無力からいなくなるなんて、そうやん。しました、ありがとうジョナさん。ありがとうございます。一のソロコン今日東京どうでしたか、どうでしたか。あと残すは広島だけやね。フォローありがとう。アイボリー違うねアポリーさん、ありがとうございます。フォロー、まえちゃんハートありがとう。NKQ さんハートありがとうございます。違ったアレンジ、そう聞きたいです。これが私の人生。次何に生まれるかわかんないか。
おいちゃんのピアノね、うまいね、マジで才能。初訪問ありがとうございます。ルームフォローとツイッターとインスタのフォローお願いします。クッキーあざまーす。ツホーもありがとう。ダマトーンは次んやろ誰も。おきちゃんのイメージ強すぎて誰も告げないですよ。青春各駅停車できますよ。みちゅうもねいなくなったらね、青いひまわりもできないですね。もうフォロー、アイクスフォローしてありがとうございます。インスタもお願いします。メインボーカル、ギターメインボーカル、いなくなったらバンドはできないですね。こんばんは。クッキーありがとう。クッキーコロネちゃんありがとう。こんばんは。歌えない、新春各駅停車歌えないです、低すぎて。キーを 3つぐらい上げたら、ラーラーラー、3つぐらい上げて。めっちゃ高い曲にしないと歌えないです。ありがとう。好きなこと聞い、好きなこと吐い、好きなこと出る、好きなことし。好きなことなんだか、これが私の人生、好きな人
こ、わーわー、クッキーありがとう、まいちゃん。でもレッスン終わりの写真をメール限定で送ったんですけど、やばすぎる。レッスン直後行けたの。ここでは見せれないですけど、やばすぎる。ありがとう。明日どういう髪型にしようかな。どういうのにしようか。撮っててよかった、リンクにできる。そう、メールでしか送れないような写真も送りますので、ね、よろしくお願いします。空いてるデザインやってます。かわちい。ありがとう。ポニテ好きじゃないイメージあるね。今やってるんやけど。嫌いなのにやっとうってこと？紙レイヤーをあんまり使いこなせてないね。ちょっと悔しいです。悔しみ丸。アドさんの曲何が好きやろね。めっちゃ頻度を早くない？出す曲、新しい曲がもう全然ついていけてはいないですけど、新しい曲は全然知らんけど、なんやろな。
あれが好きです。私はドクター X の主題歌だったアシュラちゃんが好きです。テレレステン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 アンデスタンアンデスタンタラ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 タうん。細い切っていくか悩み中。おお。24？広島ですか？フィロス今。次回もお待ちしてます。スタジオ公演もお待ちしてます。来てね、絶対に来てください。ラストよろしくお願いします。次がいなくなった後は何回できるか分かりませんのでね、スタジオファンの方はぜひ3月2日集大成お待ちしてます。ってな感じで、では終わりまーす。ランキング読みまーす。あれ13位ひとりごとさん、12位ゼータン、11位福岡さん、10位テモエタさん、9位ひろたあった、8位やすべさん、7位あやさん、6位ゲノマサさん、5位バンジャラさん、4位そうちゃん、3位コロネさん、2位 NK9 さん、1位はドルドルンミスミさん、ありがとうございます。明日は穴だれ昼夜となっております。見に来てください。見てね。それではバーイ。